ね、ティムソン、蒸しまんみたいなあれ食べます。タイに行こう。あ、まんじゅうだけ、まんだけです。あ、まんだけ、シューマイ、あ、おいしい、これおいしい、お茶、あ、お肉たっぷり、なんかもちもちしてる、お肉包まれてる、チリソース的なやつ、おいしい、フランスピザだ。今水牛乗りに来ました。こんな感じになってます。タイらしい水牛腕の飾りみたいなやつ、じゃん、もらった、着替えた。これね、今服です。タイの農家の服だから、今から水牛に乗ります。水牛じゃない、勇者に乗ります水牛に乗ってください。はい、歩き始めました。今こんな感じで乗ってます。すごいパイナップル用意してくれてます。あーあらやみー、キングレジルが時間冷たい、冷えてる。日本で飲むヤシの実より10倍美味しい、100倍美味しい。やばい、急に猿いた。え、かわいい、毛の実が綺麗。あ、猿が上登ってる。え、ココロ、津波通ってる。え、すごい、あ、すごい、うわー、すっごい。猿の仕事なんだ、ココナッツ担当は。すっごい、ね、このおじさん猿使いか。いやー、お利口。あ、ポーズしてる。あ、かわいい。ご褒美、ご褒美。あ、パイナップルもらった。今からこの船に乗ります。おお揺れてる、揺れてる。感情行、行、行。伝統的なタイのね、朝の準備だそうです。こうなるんです、あのダンダンやったのが。わあ、すごい、ご飯とカレー、これ試食、カレーとご飯、美味しい、辛い。いつ hot？ やばいやばい、めっちゃ美味しい。わあ、何か作ってる。焼いてる。ココナッツのデザートです。美味しいです。It's coconut pancake。 あ、出てきた。あ、ほら、こちらはプケットの先生です。あの、プケットのレガー。あ、ココナッツとゴリモル、すごい美味しい。この海の前でご飯。
チャーハンです。はい。はい。味は本当に美味しい。なんかね、オレンジのタイカレーかな。あ、やっぱりだ。このレモン風味だ。あ、結構辛い。カニ丸ごとだ、これ。あ、カニの身。藍染め的なのやります。これ絵の具かな。めちゃくちゃ楽しい。塗り絵みたい。やばい、色失敗した。異常に赤い色になった。どうしよう。最初でミスったんで、もう全部カラフルにしました。どう？いい。いやー、アーティスティックですね。アーティスティック、やったー。ほんと？ほんま失敗しただけなんだけど。いい感じ、いい感じ。マイカー、子供たちがいます。あー、かわいい。到着しました。ここでね、船に乗ります。今ね、船がついてこういう場所に来ました。ロブスター畑。ロブスターなんていうこれ。格好がまずやばい。あ、ここに引っかかってる。ロブスターいるそうです。ロブスターあげます。え、あの子は。うわー、やだやだ、出てる。やだ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 。カモン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 ベイビー。やだやだってよ。やばー、ロブスターがいっぱい。いいです。ミッシー、ミッシー、ミッシー、ミッシー。わー、痛い痛い、なんか痛い。あ、すごい、かわいい。すごい。そのまま食べて、そのまま食べて。もっぱんもっぱん。今からちっちゃい缶に流します。エコロジー。最後のご飯です。今スパに行って顔が完全にすっぴんです。ちょっとやばいですが。あ、ここだ。すごい、なんか白いのがぶら下がって、なんかいい感じです。珍しいグリーンカレーとこのそうめんみたいなやつ。マジで？写真ちょっと後で送って。はい。わあ、天ぷらが来ました。トマトとイカの天ぷら。乗り換えします。エアアジアの乗り換えがすごいんですよ。じゃあ行ってみます。はい、東京成田空港に到着しました。あのね、プーケットの空港から出発してバンコクで一回乗り換えだったんですよ。でもね、エアアジアさんのフライスルーっていうね、乗り換えのねシステム、すごい楽でした。とりあえずこのね、スーツケースとか途中で取らなくてもいいし、とにかく降りたらの間でパスポート見せて、そのまま乗り場に行って乗るだけって感じです。本当にね、もうスルースルーですよ。そのままさらっと行けちゃいました。すごくね、楽に帰ってこれました。乗り換えって感じがしなかったですね。エアアジアさん、いろいろとね、すごく楽に行けて、機内も良くって、機内食も美味しくって最高でした。でね、タイなんですけど、今回私初めてのタイで本当に楽しかったです。で、家族でもカップルでも全部楽しいと思います。とにかく今回本当に大満足の旅でした。まあ、またね、近々チェンマイとかね、タイの方に行きたいなと思います。以上、トギモチのタイ旅行でした。で、今から韓国に戻ります。